9月20日、ブルーノート東京で弾かせていただくのをとっても楽しみにしています。私はそこに聴衆としても、通っていまして、とても大好きな場所であり、憧れの場所なので、ここで弾かせていただくのは本当に嬉しいです。で、第1ステージと第2ステージと、プログラムがとテーマが違いまして、第1ステージは私が前から弾いてきているモーツァルトやショパンなどなんですが、第2ステージは、ゲストも迎えて、クラリネットの吉田誠さんも迎えて、映画音楽を取り上げたり、私が今まであんまり弾かなかった作品を、すごく新鮮な作品を、取り上げようと思っています。皆さんもぜひいらしてください。